はい、それでは今日はですね、簡単に1日でできる蝶々の指輪ね、作っていきたいと思います。まずですね、こちら5センチのちりめんですね、一腰ちりめんご用意しています。これをですね、簡易的なひだつまみにしていきましょう。まずは半分に折ってしっかりね、ここを押さえていきますよ。ギュギュッとね、折り目がこれぐらいね、つくぐらい押さえてあげてくださいね。押さえられましたら、半分のところを持って、ちょっとね、かな、かだっかよりも上を持ちましょう。で、手前側に倒します。この状態ですね。そしたら、ここの2回目に折った輪のところに合わせてピンセットをね、このように入れましょう。こんな感じでね、挟んでください。そしたら、下側、ここですね、ピラピラっと開きますので、ピンセットの下のところ、ここに合わせて、上にね、折り曲げてください。こんな感じですね。で、こうなったら、そのひだを潰さないように、よし。こんな感じでね、挟んでみましょう。で、ここまでできたら、くるっと、ピンセットひっくり返します。そうするとね、折り目が2個見えているかと思います。この状態で左右から、これまたね、下がこんな感じで開きますので、左右からこっち側に向かって待ってきてあげましょう。こんな感じですね、こう。見えますか？こんな感じですよ。で、持ってきたら反対側もね、こちら側。こっち側も同じように持ってきてあげましょう。で、寄せてあげましたら、これ外していただいて構いません。外せましたら、これをですね、上から、今こうやって持ってたので、これをですね、こっち向きに待ってあげてください。そしたらここね、先端がこうピラピラと全部広がってますので、ここの先端から2ミリぐらいのところまで新しいボンドをつけてあげましょう。これでボンドをつけていきますよ。ほんのね、ちょっとずつでいいです。全部でね、4箇所ぐらいね、トントンと乗せてあげて、で、軽くね、指で押さえましょう。で、押さえられましたらね、こういう風にいつも使っているウッドピンチ。これで、今、ボンドをつけたところだけを挟みますね。これで一つ出来上がり。同じものをもう一つ作ってください。同じものをね、作っていただきました。今度こちら。3.5 センチですね。3.5 センチの一腰ちりめんも、簡易的なひだつまみにしていきましょう。あとはですね、こちらの3センチの大きさのもの、こちらを丸つまみにしていきます。これはですね、普通の基本的な丸つまみで大丈夫です。もう一つですね、今日は準備するものがあります。今日はですね、こちらですね、2センチ角の一腰ちりめん。これを、袋つまみにしていきますよ。まずは、半分に折って、もう一回半分に折りますね。この時に2回目のところもしっかり押さえちゃいます。ギュッ。はい、ギュッと押さえましたら、一回ね、剣つまみにしてしまいましょう。で、この剣つまみにしていただいたら、先端のところにね、いつものようにボンドを2ミリぐらいつけます。で、つけてあげたら、一回鳴らすんですが、ここでですね、2回目のところまで開いてしまいましょう。そして、ここが輪になってるんですけれども、
この輪の方からくるくるっと手前側に巻いてきます。巻き終わったらはみ出ているこのね端っこのところにボンドをつけて巻き切ってあげてください。そうすると袋つまみができています。はい、そうしましたらですね、今ですねこの3つの大きさの花びらと袋つまみができていると思います。3つの大きさのものは2つずつ、袋つまみは1つできていると思いますね。そしてこれからこの花びらを少しね加工していきます。で、外していただいたらここの足の高さをしっかりと揃えて、そしてですね3ミリぐらいここからですね端切りをしてしまいます。このはみ出ているところも一緒に切ってしまうので、そのままねバスッといっちゃっていいです。で、先端ですね、ここも2ミリぐらい切ってしまいましょう。で、切り終わったらこの立ち目のところ、ここですね、こことここ立ち目のところに新しいボンドを塗っていきます。これはですね必ず新しいボンドを塗ってください。さ、ではですね新しいボンドをですねここに塗っていきますよ。端切りをした立ち目の部分2箇所、ほんのね少しでいいです。塗っていきます。はい、塗れましたらこのね塗ったところがくっつくように軽くね指で押さえましょう。この時指にボンドがつくので、できればウェットティッシュとか、あと水で濡らしたねこういうガーゼハンカチかなまですね、ご用意しておいていただくと作業がしやすいです。さあ、これでねこの立ち目のところくっつきましたね。そうしましたらこの立ち目の足のお尻側、ここ、このお尻側のところにだいたいですね真ん中に向かって半分ぐらいまで、ここら辺ですねまでつけていただいたら、パタンとね倒してしまいましょう。キュッとで倒してしばらく押さえます。これ5秒ぐらいでだいぶ押さえてくれますので、そうしましたらね今度反対側、こっちはですね同じようにボンドをつけて倒しますね。ここね間に隙間ができますが大丈夫です。隙間があるままくっつけてあげてください。はい、できましたね。じゃあね、あ、よいしょ、じゃあね表に返してここの頭の部分をピンセットでもね手でも構いませんので起こしてあげましょう。これでね一番大きい羽の部分は加工が終わりです。あとはこの 3.5 センチの簡易のひだと丸つまみなんですが、どちらもだいたい3ミリぐらいの端切りをしてあげてください。こちらね丸つまみもだいたい3ミリぐらい端切りをしちゃいます。先端もね切ってあげましょう。さあ、これでですね花びらは全部ですね準備することができました。大きいのが2つ、 3.5 センチのが2つ、普通の基本のね丸つまみが2つ、袋つまみが1つ、こんな感じですね。じゃあもうね蝶々にしていきます。今回こういうおちりんにしました。ここね90度に、普通の丸いおちりんを90度にサクッと切ってあります。で、直径は 2.5 センチです。今回ね使っています。で、まずはおちりんの上にボンドを塗っていきます。新しいボンドをね必ず塗ってあげてください。はい、それではね土台の上にボンドを塗ることができました。ここからですねまずは大きい羽からつけていきます。この大きい羽はですねこちらですね、簡易的に作ったひだつまみを後ろくっつけて頭を起こしたもの、これの裏側この辺までに
先端から3分の1ぐらいですね、3分の1ぐらいまでにボンドをつけます。これもね、新しいボンドでねつけてあげてください。これぐらいねつけました。で、そうしましたらここの切ってあるところに沿うような感じでまずねしっかり押さえましょう。花びらの大体ね半分ぐらいまで、ここら辺までですねが土台の上に乗っていれば、乾いた後にですねわざとこうバリーって剥がすような動作さえしなければ基本的には剥がれないので安心してね作っていってください。裏ねこれぐらいはみ出ています。大丈夫ですよ。で、次は反対側のね羽もつけていきましょう。はい、それではこれでね羽がつきましたね。じゃあ今度ちっちゃいここの羽をつけます。小さいのはですね丸つまみ、基本のね丸つまみ作りましたね。これをさっきつけた大きい羽の下のところにねつけていきましょう。これはねいつも通り後ろに、足のね後ろのところ、こちらにボンドをたっぷりとつけてまず押さえますね。5秒間押さえていただきましたら、このピンセットについているボンドは必ず拭き取ってください。綺麗になったのを確認してから足を開きます。足を開いていただいたらまた1本ずつ広げて土台の上に乗せましょう。乗せていただきましたらもうね指でこうキュッキュッとしていただくと頭ね起きてくれると思います。こんな感じですね。じゃあ反対側もね乗せましょう。さあ、それではですねちっちゃい方の羽も乗せることができたので、先に今度はですねここに蝶々のねこういう触覚を作っていこうと思います。触覚はですねこのペップをこういうね両方に玉がついてると思うので半分でパツッと切ってですね、でよいしょ、こんな感じで2本作ってあげてください。で、新しいボンドをね必ず使います。ここのペップの切ったところから1センチぐらいまでボンドをつけてあげましょう。つけましたら大きな羽の上にこのようにですね斜めに、見えますか？斜めに乗せます。こうですね。で、反対側も切ったところからだいたい1センチぐらいのところまでボンドをつけたら斜めに置いてあげてください。こんな感じですね。で、このペップが落ちないようにこの上に 3.5 センチで作ったこの簡易的な平つまみを乗せていきます。乗せるときは足の裏にですねたっぷりとボンドをつけてこのペップが隠れるように置いてあげましょう。で、大きなね羽の上で足を開いてしっかりと押さえます。で、途中ですねこんな感じでピンセットにボンドがつきます。これも必ず、濡れたタオルとかウェットティッシュで拭きましょう。綺麗になったのを確認してからもう一回ねこちらを押さえていきます。これでね1枚乗りましたので反対側も同じように乗せていきましょう。
い、ではですね、大きな羽の上にピンクのね、この 3.5 センチのちっちゃい羽乗せることができましたね。次はここのバッテンに、ね、なってるところを隠すのに、こちらですね、袋つまみを使います。袋つまみの足のところにまたですね、新しいボンドをたっぷりとつけましょう。これぐらいつけてあげてください。で、つけ終わりましたら、ここのですね、羽と羽の間に差し込むような感じで、バッテンになってる上のところに袋つまみの背中が当たるように、ここですね、見えますか？ここですね、ここに袋つまみの背中が当たるような感じでつけてあげましょう。で、つけ終わりましたら最後ね、もう仕上げになります。仕上げはですね、こちらの 4mm のメタルのね、パールを使用します。これにたっぷり、はみ出るくらいですね、たっぷりですね、こんな感じでボンドをつけていただいて、ここの花びらの中心のところ、ここですね、ここに玉を置いて、上からちょっとね、軽く押さえてあげましょう。これで蝶々の完成です。簡単にですね、1日でもうね、作っていただけると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは今回も動画を見てくださって本当にありがとうございます。このチャンネルではつまみ細工の作り方や直し方などをアップしていますので、ぜひですね、見てみたい、興味あるっていう方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。